ああ、言っとくけど、ネイサン・ドレイクはもう足を洗ってる。心配しなくて平気。気になっててね。なんで引き受けたの？依頼人を選べる状況じゃないんだよ。みんな私が落ちぶれるのを待ちわびてる。なるほどね。プラスに考えれば。プラスにだって。ほら、期待が低いってことは簡単に出し抜けるってことになるじゃない。ほら、この業界は一人でやってくには厳しい世界でしょ。利用できるものは利用しなきゃ。一匹狼かい？大体ね。いつ頃から始めたんだい？若い時、相手をいい気にさせておくのが一番ってことをすぐ学んだ。そしたらあとはこっちのもの。面倒だね。私ならもっとストレートにやる。まあ、うまくいけばいいの。ちょっと留守番してて。待ってるよ。また見っけ。ああ、もうタコだらけなんだけど。それじゃあじっくり考えてみる？これって前に見た仕掛けと似てない？でも少しだけ複雑。あなたの仲間たちに会わせてあげる。ゆっくりね。なんとか無事。あなたもやってみたら？もう少し。三つのシンボルが一箇所に。好都合。ガネーシャの矛。さてと。ボイサラ町の遺跡の方を向いてる。古い砦でね。滝のすぐ向こう側ね。矛のマークつけとかなきゃ。二番目の扉の向こうは。そこは、もう行った。斧の扉開けちゃうっと。あの像二度と見たくない。じゃあ最後は弓の扉。また砦が登場。湖のど真ん中に鎮座してるわ。地図に弓のマーク書いとこっと。
これ緊急停止ボタンとかついてないわけ？登った階は？あった。三つのシンボルがあって、それぞれ建物を指してた。本当？行くべき場所が分かったってこと？そういうこと。警戒して。敵が近くにいるかもしれない。来ない？了解。もう一回頑張って。上見て。パラシュラーマの弓、塔にあったシンボルとぴったり。で、パラシャマ。パラシュラーマ。パラシュラーマ。それ何者なの？オッケー。ビシュヌの6番目の化身であり、最強の戦士。そうか。頭がこんがらがりそう。バックなら礼はいいよ。これからどうする？上登るの。俺たちもやっと町に戻れるのか。ボスは口先野郎じゃないよな。口に気をつけろ。悪い。まあ気にするな。牙が手に入りゃ猫も杓子も俺たちに従う。ああ、陸軍様だってちびっちまうはずだ。フレーザーだ！片付いた。もう安全。仲間を呼んだかもね。かもしれない。急ごう。おい、見よう、あそこだ！援軍が来たよ。変なところに当たっても責任取らないわよ。逃がすつもりはないぞ。よしった。全員片付けた。まだいるはずだよ。あのトラック大きかったからね。じゃあまばたき禁止。わかった。崖から落ちるからね。そのジョーク嫌いじゃないわ。まさかアサーブに先越されるとはね。文句言わないの。先にゴールさえすれば結果オーライ。確かにね。あれ見て。また蛇口だね。行ってみましょう。先行くわ。
あっちに敵がいる。バレてないね。よかった。やるわね、こんな状況で。のんびりしてる場合か。銃声が聞こえただろう。分かってる。心配性だな。訓練受けてんだから負けるわけねえって。な、安全装置は外しとく。念のためな。かけたことねえよ。誰か倒れてる。気を抜くなよ。しらみつぶしに調べるんだ。逃げろ。さてと、敵は全滅？全滅さ。そう、いい響きね。先を急ごう。ようと思ってた。この先ね、ハンドルは門の向こうにあるわ。門を開ける方法があるはずだよ。そのはずよね。探しましょう。何かの装置みたい。行くわよ。見て、門が開いたよ。素敵。これでいいはず。到着。あ、くそ。まあ、一人は渡れたでしょ。ごめん、きっと他の道があるはずだよ。ああ、またそれ。そっちばっかり楽しちゃってさ。
ちょっと失礼。大丈夫かい？平気。でも一人で先行かないでよ。ああ、するわけないだろ。見つけた。楽しんでる？え？小学校の運転を思い出す。私の地元に比べたら可愛いもんだね。うん、あと少し。到着。やるじゃないか。やるでしょ。肩来てるけどね。さあ行こうよ。よし、今度は弓ってことか。正解。これ難しそう。ほら見て、パラシュラーマ。よし、水を流すよ。ちょっと、水とは限らないでしょ。今度は炎かもよ。からかってるだろ。そう、からかってる。これでよし。炎じゃなくて残念。また滝だ。ええ、これで二つ目。牙を隠すために随分な骨の折りようだね。まあ実際問題、牙はホイサラのシンボルだったわけだし、富と権力の象徴だったんだもの。ペルシャもよだれ垂らすわけだね。ええ、でもそれ以上の何かが秘められてるってパパはずっと信じてた。え、父親も牙を追ってたの？そりゃもう取り憑かれてたわよ。来る日も来る日も牙の研究に明け暮れて全財産費やした。お金にならない調査にね。どっかで聞いた話。ああ。それで結果は？知らない。パパはママと私をオーストラリアに追いやったの。一緒にいたら危険だって。でも私は今こうしてハレービードの外れにいる。これって笑えるでしょ。滝の上にある砦で最後ね。ここがあるとこ。あんた生まれはこの辺かい？ええ。でもフレイザーはインドの名字じゃないだろ。名字はママの。車に戻る道を探そう。完成。ああ、開いてるわ。あとは滝の近くだね。行ってみる？なんでアサーブが牙を追ってたのか分かったよ。
金目当てなんだろうと思ってた。牙を使って人を操るつもりなんでしょう。役人たちを鶴餌にして。いつの時代も同じね。前にもあったのか。ええ、そうよ。若き王がペルシャ軍に負けて以来ずっと、みんなこの土地もろとも手に入れようと躍起になった。依頼はただのトレジャーハントじゃなかったっけ。どうよ。アサーブは好きにさせておけばいい。気にすることない。ねえ、あそこに敵がいるよ。おい、やつらの横だ。巻いたようだね。逃げるが勝ちって言うでしょ。先人の知恵よ。私も戦争にハマってた時期があったよ。確かに。でもお金のためでしょ。大抵はアサーブとつるんでた時は金目当てだったけど割に合わなくてね。残念。でも組んだの。名声を築きたかったんだよ。なら底辺から始めようってね。あとは登ってくだけだものね。ここは綺麗だね。インドに来るのは初めて？ああ。この仕事の唯一の特典は旅行ができるってとこね。いろいろ行った？はあ、数えきれない。だったら行ったことない国は？アメリカには行ったことない。本当に？ええ、大抵古いものを探してるでしょ。アメリカ建国はたった数百年前よ。なるほど。あなたは行きたい場所ある？アイスランド。いいじゃない、綺麗なとこよ。静かだし自然もある。それにオーロラを見てみたい。なるほどね。私も死ぬ前に見てみたい。これが終わったら行ってみたら？そのうちね。その前にやることがあるのさ。ほら見て、ガネーシャの矛。俺、塔でも見かけたわね。ガネーシャか。障害を退ける。門は守ってるか？まだだ。援護するよ。コブラ8を待ってる。でもしばらくじっとしてた方がいい。だっていくつあんだよ。少しだ。屋根にも一つある。あっちだ。何に使うの？知らねえよ。ボスが来るまで触るなってさ。いつかここを修復できたらいいな。ああ、
空気もいいしな。これに全てをかけてんだ。直に俺たちがこの地を取り戻すんだぞ。俺の家族も、ダチと思ってた田舎の奴らも、俺が入隊した時バカにしやがった。過去のことだろ、全部忘れちまえよ。あんな奴ら、ゴミためがお似合いだ。俺は王様みたく暮らしてやる。いつか見たろよ。ああ、その息だ。一人やられてる。敵がいるようだ。死ぬんだ。よし、片付いたよ。うん、違うみたい。これもどうなってるの。何、ボタンだろ。あら、押させたかっただけ。これは何。いけたっぽい。車輪のスポークが回転したよ。そうか、車輪を回転させてロックを外す仕組みなのね。車輪は全部で5つあるようだね。残り4つ。くれんぼは終わり。2つ目。ねえ、あったよ。見つけた。あと1つね。これがラスト。これでいける。よし、戻るよ。あのでかいのに。あのでかいの、あのことさ、専門用語はわからないけど。でかいのでいっか。やったね。さすが私。ちょっと嘘でしょ。ほら、くぐるよ。オッケー。蛇口があったよ。それじゃあ、鉾のご登場。
ょっと何なの、信じらんない。ほら、さっさと終わらせるよ。はいはい。もうほら、だから危ないって。何ダサい。よしと、発射完了。これで三つ目。結構トレジャーハント向いてるんじゃない？勘がいいんだよ。うん。一つ質問。あなたなら別に他の道も選べたはず。なぜショアラインを取り戻したいの？聞きたい。うん。パートナーに部下を奪われた。右腕は儲けを持ち逃げ、ドレイクたちは無事生還。これでもまだ理由を聞きたいのかい？ええ。守ってたものを奪われたからさ。さっきからいじってるそれ何なの？ストレス解消よ。オーストラリアについて少ししたら届いたの。ほら、もう行かないと。朝アブに先越されちゃう。私もたくさんヘマやらかしてきたわ。でも立ち直って前に進んできた。失敗は嫌いだね。みんなそうよ。チョコ持ってきてる。つまんないの。フレイザー、敵の増援が来たよ。やっぱり？なあ、待ってろ。おい、お前らどこにいる？ほら、探せ。フレイザーたちはきっと近くにいるぞ。ほら、姿を見せろ。いるのは分かってるぞ。ねえ、フレイザー、来るよ。異常はねえ。そっちはどうだ？こっちは問題ない。ここを調べる。あっちを頼む。OK。Yeah.
かれた。かなりヤバかったわ。頑張ってたじゃないか、あんたの割に。割にって何よ。訓練は積んでなさそう。ああ勢いだけだな。バカみたく走り回って、一発で確実に仕留める方法を教えてやるよ。それからジャングルで戦うのに赤を着るなんて本当どうかしてる。ねえ、見ておきたいところはないかい。今がチャンスだよ。そうね、